アイントホーベン工科大学の工業デザイン学部ではインタラクティブビジュアルカノンプラットフォームまたは IBCP を開発しました。音楽ではカノンはメロディーが一定の遅延で演奏される複数のメロディーの繰り返しを用いた構成になっています。最初のメロディーがリーダーと呼ばれ、模倣メロディーがフォロワーと呼ばれます。フォロワーはリーダーに基づいていなければならず、リーダーの正確な応答または変換のいずれかの形式をとります。実験的な映像作家のノーマン・マクラレンは視覚芸術にこのカノンの概念を導入し、1965年に彼の作品「カノン」でカナディアン・フィルム・アワードを受賞しました。最近ではお笑いコンビ「いつもここから」の山田和成と菊池秀則が日本の国有放送である NHK の毎日の番組「ピタグロスイッチ」の一部にビジュアルカノンのパフォーマンスを取り入れました。ビジュアルカノンの作成は全スタッフが新たな動きの具体的な連続について研究する必要があるため非常に困難です。すべてのアクターがカノンを正確に実行した場合のみそのデザインが全体として評価できます。各インタラクティブサイクルの継続時間が長いことがビジュアルカノンのデザイン工程の主な障害となっています。私たちはビジュアルカノンの作成をサポートし、それをリアルタイムに拡大して使えるようなインタラクティブビジュアルカノンプラットフォームを開発しました。これによりアクターは自分自身でビジュアルカノンを作成できます。他のアクターへの依存を取り除いたことで、ビジュアルカノンのデザインにおけるインタラクティブサイクルを大幅に短縮できます。今から技術的な実施に関する概要をご説明します。カノンの主要な特徴とは、その構造的一貫性です。つまり、リーダーのみにパフォーマンスの自由があり、フォロワーはリーダーの動きに追随しなければなりません。また、各動きはカノンのすべてのアクターによって同じ位置で次々に行われます。私たちのソリューションソフトウェアの手法は、カノンの厳密なアルゴリズム的性質を活用しています。実際には、アクターのパフォーマンスの一定の自由のみがリーダーの動きに存在します。これらの動きはフォロワーと重複するリスクを避けるために前方向のみに限定されます。私たちは単一のカメラと単一のプロジェクターを使用します。これにより複数のスクリーンやカメラを調整したり同期させる必要性が排除されます。カメラとプロジェクターはいずれも1920×1080 ピクセルの解像度で、アスペクト比は16:9です。プロジェクター画面の横幅が6メートルであることから、16:9のアスペクト比を実現するには、3.37 メートルのスクリーンが必要になります。しかし、背の高い人でも身長が2メートルを超える人はほとんどいません。このことから、垂直寸法の3分の1を排除することにしました。これにより、スクリーンの最終寸法は592cm×222cm になりました。投影には 1920×720 ピクセルを使うことになります。この投影サイズを得るためには、プロジェクターをスクリーンから12メートル離しておく必要がありました。防音壁とすぐに暗くできるような小さい窓しかない古いサーバールームに、IBCP が設置されました。また、私たちは可動式スクリーンも作成しました。カメラとプロジェクターは可動式三脚に取り付けられているため、会議場やアートフェスティバルなど任意の場所に全システムを設置できます。これから IBCP のデモンストレーションを行います。アクターがスクリーンに近づくと、自分の体の位置を使ってアイテムをメニューから選択できます。個人指導的な初心者用モードやアドバンスモードなどを含むいくつかのパフォーマンスモードを実施しました。
ターが希望の音楽を選択した後、左側へ移動してパフォーマンスを始めます。音楽のリズムに合わせて前へ動くと、 IBCP は自動的にスクリーンにフォロワーを投影します。アクターがスクリーンの端に達すると録画が停止し、ビジュアルカノン全体が再生されます。アクターはパフォーマンスのクオリティを評価し、希望によって新たな動きを開始します。パフォーマンスをセーブしたり YouTube へアップロードしたりできます。つまり私たちはアクターが迅速にビジュアルカノンのパフォーマンスを作成できるようなインタラクティブビジュアルカノンプラットフォームを開発しました。